SKE48 チーム K2 の北野るかです。はい、 SKE48 チーム K2 の小畑奈です。はい、 SKE48 チーム E の菅原美也です。はい、今日は日田市に来ております。イエーイ。まあ、日田市といったら神岡のね、街歩きとか結構楽しいんですけど、うん、まあ、今日はね、自然あふれるこんな場所に来ています。おー、大自然、緑がいっぱいですよ。まあ、今回ですね、後ろをちょっと見ていただきたいんですけど、レールマウンテンバイクをブブブブブブしたりとか、ワークショップが楽しめるカフェだったり、今日はね、アクティブに楽しんでいこうかなって思うんですけど、行きたくなってきましたか？行きたいです。お、行きたい？じゃあ早速行きましょう。ゴーゴー。出発前に5分間簡単にコース説明と注意事項を話しますので、お願いがあります。1つ目、おじさんを引かないように。あ、始まるよ。神岡大橋です。キノコがいるよ。いいね。甘くない？うん、めずめずしい。こちらはですね、今年オープンしたハブカフェ飛騨。ここでは 3D プリントやレーザーカッターなどを使ってデジタルなものづくりが体験できるということで、早速行きたいと思います。お好きなデザインでアクリル板にカットすることができるので。これどれぐらいの大きさですか？これが日本のサイズになります。この大きさにできるんです。どうですか？すごい、やっぱすごいですね。やっぱプロの方だからね、本当上手だよね。すごい。めっちゃシュワシュワ言ってる。うん。うん。ブルービート。うん。ということで、今回はこの3人で日田市に遊びに来たんですけど、どうでしたか？いやー、楽しかったですね。楽しかった、うん、ガッタンゴ。そうそうそう、よく頑張りましたね。本当にゆかさん横にそう、ね、乗せて。そうですね、優雅に座ってました。私も座りながら菅原と今のさん、はい、頑張って、はい、過酷な道ですね。そうね。でもまあ自然の、うん、まあ、自然が見れて、そのおかげちょっとなんだろうな、頑張れました。頑張れよくやったまあね、他にもここでね、まあ、アートに挑戦というか、もうプロの方に作ってもらったりしましたけど、ね、なんかテレビとかではよく見てたんだけど、こう目の前にするとやっぱね、すごい、すごいってなりますよね。なるよね。いや、まさか自分の描いたものが、そうだよ、もうアートになるんで、素晴らしいよ。今回だけですよね。そう、本当に特別に、はい、もうあのプロの方にやってもらったので、まあ、普段はこう作ってもらうことはできるので、皆さんもぜひ遊びに来てほしいなって思います。バイバイ。